はい、それでは、皆さん、今日はですね、宮城聡の担当レボリューションの、プロモーションビデオということで、レクセン人講師、宮口聡がお送りいたします。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。よーし。ちょっと足場が悪いですね。はい。よっしゃ。これで、きちっとね、なりました。さあ、今日はね、これですよ。宮口聡の担当レボリューション。ゴールドウェブ。皆さん、これ知ってる？今日はこれの、プロモーションビデオなんだけど、リソゲンってやつもあるんだよ。リソゲン。なんでこういう話をするかね、ちゃんと話が通じてますから。これは過去問対策なんですよ。論文過去問対策で俺がやってるゴールドウェブで、リソゲンでコンセプトが一緒だということを言っています。理想と現実、こういう名前の講座やってるんですよ。で、何が言いたいかというと、リソゲンもこのタンレボもですね、私のこの一貫した思いがあるんです。これはね、この、便利集権業界でここまで気合の入った過去問講座はございませんと言いたいところなんですよ。これも声を大にして言いたいですね。これだって20年分ですよ。ここまで気合の入った論文過去問対策講座ね、ないですよ。で、このタンレボ、ここまで気合の入った論あの担当過去問対策講座ございません。これ以上ね、まあこれ以下はあるでしょうけど、これ以上気合の入ったものはないです。それはもう理由がありましてですね、まず、いや先生、体系別も相当気合入ってますよ。体系別問題集見てください。過去問の量がすごい。過去問13年以上ですよ。ほら、体系別も真っ青ですよ。そしてなんと、さらにですよ、実際には14年ですね。なぜかというと、平成29年、幻の追試問題も再録。今年追試が行われたんですよ。知ってます？特許庁がですね、普通の受験生と特許庁関係者の受験生と間違えてですね、試験問題を出し損ねたんですよ。60問、3時間半の60問の問題じゃなくてね、30分ちょふの問題を配ってもうたんです。あっちゃ、普通の受験生によ。で、30分終わったところで、はい、やめ！皆さん、平成29年度担当本試験を終わります。それでは皆さん、お疲れさまでした。今年の担当30分かよみたいにして、みんなざわ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 と出て行ったんですが、実は間違えてたと。特許庁間違えてた。内部受験者と一般受験生を間違えちゃってた。だからもう一回見直してさ、追試です。だからこの追試を受けた人は貴重ですよ。だからレベルもね、俺研究したんだよ、大体似てますよ。いや、さすが試験員だわ。この短期間の間によくね、作れたなと。で、体系別問題集でもですね、この追試の問題の解説は、まあ問題もそうだけど、載ってません。だから平成29年追試に関してはもうこの講座だけです。まあ今のところね、追従して後で出てくるかもしれんけど、この講座だけです、追試の解説を行っているのはね、まあ、今のところね。で、これがまあ特徴であると。で、今度は特徴1に遡るけど、宮口講師が編み出した必須アイテム、そう、スプレッドシート。これですよ。これちょっと蛍光ペンでまず塗った方がいいね。まあ、私のほら、蛍光ペン学習法も学べるんでね。これすごいっすよ、スプレッドシート。これはね、なかなか画期的なんですよ。で、どういうことかというと、過去問の枝をですね、3段階レベルに分け、
3段階に出るレベル分けし、条文ごとにマトリックス化した一覧表で過去問に取り組むことで、着実に、ステディですね、着実にというのは、実力を向上させることができます。いいですか。さあ、それではですね、そのスプレッドシートやらをね、見せていきましょうか。ああ、ちょっとね、これで、でかすぎるな。一緒か、大きさ。あ、一緒ですね。まあいいわ。例えばね、こういう感じですか。特実の、あんまり見せるとね、これノウハウ的なところがあるんで、ちょっと待ってね。ここは見せてもいいかな。まあ、特許法の1条からね、これ順番に、分類します。ね、俺ちょっとどこか。スプレッドシートね。まあ1条は出てませんよ。で、2条は平成29年の5番、平成24年の5番、平成17年の20番と出てますけどね。で、どうしましょうかね。平成29年の5番は今年の問題でしょ。今年の問題ですよね、これね。それで、解説冊子で、今年の問題をね、まあ、やっていこうと、こういうことに、なるわけです。解説冊子。ちょっと見てみようか。ほら、いきなり29番の5ですね。特許権者が自己の特許権を侵害する製品を製造し、譲渡や輸出をしていると。これまさにね、あれじゃない？製造、譲渡、輸出。ちょっとピンクで塗るよ。そういうことをやってる新会社に対し、侵害の停止を請求する場合、新会社が当該特許権を侵害する製品を製造していることだけを立証すれば、ね、製造していることだけを立証すれば、その新会社に対し、青、侵害製品の譲渡や輸出の差し止めが必ず認められると。つまり製造だけ立証すればそれで済むのかよという話ですね。譲渡や輸出も差し止めることができるのかと。いや、これはできません。まあ必ずって書いてるからもうそれだけで罰でいいんですけど。ね。特許権の効力上ですね、各行為はそれぞれ独立であるとする実施行為独立の原則、まあ、特許法概説13版のね、P431 にも載ってます。ほら、特許概説と、熊谷先生、吉藤先生、熊谷先生のによればですね、製造、譲渡、輸出を差し止めたければ、全行為につき侵害の立証が必要です。従いまして、青、製造だけを立証すれば譲渡や輸出の差し止めが必ず認められるとする本枝は誤り。そんな難しくないですよ。俺がこんな気荒れて説明するまでもない。ね、ただ進め方ですから。ほら、ね、スプレッドシートの順番ごとになってると。そういうことですよ。ね。で、例えば3条なんかもね、今年の問題があるからちょっと見てみようか。
三条はね、スプレッドで言うと、これか、平成肉14、肉18だよ。ね。はい。さあ、それでは、平成29年14の3。ね。さあ、特許権の存続権はその末日が行政機関の休日ある場合には、その日の翌日をもって機関の末日とする。ねえ、存続期間ですよ、皆さん。存続期間中のは手続き期間じゃないだろう。だから日曜日でも、日曜日が最後の日でも日曜日で終わるよ。ねえ、はい、存続期間は、その末日が休日なんだよ。その日の翌日をもって末日となる。違うよ。三条二項の適用なしだ。ね。これが休日であっても、この日に満了するよ。手続き期間じゃないから。ねえ。ということで、ほら、見てくれ。これ上の問題と同様と。ね。ちょっとオレンジ塗っとうか。はい。これは、一つ前の問題と同じですと。こんなんじゃね、見てみようか。はい。暦に従って計算した特許権の存続期間の末日が、こういう法律に、要するに休日にあたるときは、その日の翌日をもって、これもそうやね。存続期間の末日が、に掲げる日にあたるときは、その日の翌日をもって満了すると。ねえ。いやいや、その日にもう終了しますわ。もう理由もね、しっかり書いてます。ね。存続期間は手続き期間ではないので、三条二項の適用はないと。ね。ね、こうやって言葉で説明もするし、図でも説明すると。ね。もうこの日が休日だってもこの日に終わると。ね。そうでしょ？で、この辺ね、苦手な人多いんですよ。この辺苦手な人多いんだわ。だから、ちょっと宮レジでもってね、ほら、宮口レジ目っちゅうのがあるんだけど、そこでね、この翌日起算主義だとか、こういうのをね、扱っとるわけですよ、三条のとの図でね。簡単でしょ、これ。除籍申し立て、をすると、そこから3日以内に、署名をしないといけませんよな。だ24日、7月24日に、除籍の申し立てをすると、明日のである25日からカウントし始め、27日までできるぞっていうね、そういう話ですわ。でも翌日起算主義の例外があるんですね。翌日起算主義の例外、例外だけちょっと青で塗っていきますけど、ね、こういう感じで、午前0時からスタートするぞと。これもね、延長期間なんですよね。これはどういう状況かというと、特許査定謄本送達日から30日以内に特許料納付しないといけませんね。そうすると、原則ですね、7月24日に特許査定謄本送達が来ると、25日から1日目って数えるんですよ。そうすると30日目は、7月は31日までありますから、30日目がね、8月23日になるんですよ。でもさらにそれに延長期間が認められると、8月23日のちょうど深夜のね、午前、違う、午後11時59分59秒が終わりますと、午前0時になります。今俺正午と言おうとしたけど、正午は昼の0時ですね。笑っていいともが始まるという、笑っていいとも今やってませんけどね。で、午前0時からスタートするので、これ延長期間は当日起算主義なんですよ。なぜ当日起算主義を採用していいかというと、これ丸々24時間与えられるからです。これ見てください。スタートはね、例えば昼ぐらいに来るから、もう残り24時間ないじゃないですか。だから最初の初日は0日とカウントするんですよ。ね。
わった？赤ちゃんも生まれたら0歳からスタートするでしょ？生まれておぎゃ1歳からスタートしませんよ。それと同じね、原則は。だからね、これだったらいいんじゃない？午前、1月1日午前0時00分に生まれた赤ちゃんは、もう1歳ってやってもいいんじゃない？丸々1年与えられとるんやから。ね、まあ、ね、そんな人いないと思うけど。あとね、語呂合わせもふんだんに取り入れてますよ。ほら、2乗の1項ね、見てください。発明の定義、こうやって覚えればいい。ね。これ、口述にも役に立つで、ね、自然理偽装、高度のもの。ね。自然法則を利用した技術的思想の創造のし、高度のものに自然理偽装、高度のものね。ものの発明の実施とは、摂氏上輸入網、ね、生産しよう譲渡と輸出輸入申し出、摂氏上輸入網ね。もうこういうふうにして覚えりゃいいじゃん。で、方法の発明はね、その方法を使用する行為。これはもうね、ベタに覚えるしかねえんだけど。で、ちょっと黄色で塗るけどよ、そのものを生産する方法の発明はね、二五ほか生物。二五ほかやから、ちょっとオランゲで塗るけどね。あ、オランゲってオレンジのことよ。まあ、九州弁でオランゲは俺のうちっていう意味もあるんだけどね。まあ、オランゲですわ。二五ほか生物。市場輸入網。ね。二五ほか生物市場輸入網。ね。こうやってほら、このね、単レボ、論文もさることながら、口述対策にもなってるっていうね。出ますよ。発明の定義を言ってくれとはね。まあ、そういう基本的な問題も出ますからね。意外と言えなかったりするんだよね。まあ、そんなところですよ。ちょっと単レボって、そういう感じで進めるわけです。ね、だからまず必要なものはね、スプレッドシート、もう一回見ると、このスプレッドシートがベースにあると。ね。で、過去13年分分析してます。で、この分析を見ると何がいいかというと、まあちょっと見ましょうか。まあ、これもノウハウだからあんまり見せたくはないんだよね。なんと21条、22条。過去13年間で一度も出てません。スカスカ状態です。ほら。ねえ、スカスカ状態ですよ。ちょっとね、去年出た問題、あれ、拾ってみようか。ちょっとな、このスプレッドで。去年出た問題がね、平成、この辺塗ってるね。ちょっと待ってよ。これ平成29年14の2だろ。それから、これ平成29、14の1、平成29、14よ。追試、これね、これ今年の追試。まあ平29って書かんでも、もう最後やろ。最初で最後やろね。あとはね、ここ3連発、ほら14じゃよく出るね。追試で2問も出てるぜ。で、下の段に行くとよ。ここもほら、16条ね。これ、追認じゃね？追認出るね。意外と。超マイナーだろうと思いきや。そういうね、意外性の発見があるんですよ。20条出てます。追試で。あとは大丈夫？平成29、追試19の方。これはまあ95条でやるぞって言ってるけどね。まあでもどうですか？1問も出てない条文からは出てないですよね。ほら、1問も出てない条文からは出てないんですよ。どうです？だから、早い話ね。俺のこの なんていうの、プロモ試験員が見てたらね、よしとか思うかもしれんけど、もう21条、22条捨てませんかっていうこともできるわけよ。悪？もう出てないぞ、つって。ね？そういう、その指針にもなるわけ。しまいにはっていうか、なんちゅうかさ、もう時間がないときに、どれから手をつけたらいいかわからんときに、このスプレッドシートがね、役に立つわけよ。
で、時間があるときはあれだよ。やっぱりね、かもしれない運転した方がいいよ。出てくるかもしれない。ね、大丈夫だろうじゃなくて、出てくるかもしれないという発想で臨んだ方が、まあいいに決まってるからね。まあそんな感じだね。あとね、これ、背ってなんかわかる？背。背と物。背と物っていうのはね、背っていうのはセット問題のことですわ。しかもステップ3に分類しとるやろ、これ。ね、難しいちゅうてよ。ああ、25条。ね、25条のね、セット問題ってどういう問題かちゅうとね、これ解説冊子やね、問題冊子は。ありがたいね、問題冊子までね。20、これ途中で途切れとるわ。ちょっと待ってね、セット問題ね、今日俺が持ってきてる中で、はい、じゃあこれだ。これちょっとね、去年のやつなんだけど、20、これいい問題なんすよ。これだな。ほら、ちょっと待ってね。問題ぐらい見せてあげるから。これ平成28年の15番ですわ。ね。で、もうこれ分解できないよ。もうなんか一体不可分な問題って感じしない？穴埋めもあるわ、文章並べ替えもあるわ。司法試験の択一に似てるでしょ？それでね、俺の解説がまたすごいんですよ。ちょっと待ってね。俺の解説すごいから。はい、こんだけ。1、2、3、4、5。こんだけです。はい、レックの解説、すっげえ気合入ってます。あれ？じゃあ先生、手抜いてるじゃん。逆ですよ、皆さん。こんなね、テクニックで解けるんですよ。俺のテクニックによると、これはね、もちろん前提知識あればっていう話ですよ。ね、前提知識がないとダメですよ。前提知識あれば、30秒で解けますね、これ。30秒で解けますよ、30秒以内で。まあそんなところです。ね、そういうところも教えていきますから。ね、だから解説短いんですよ。ね、今レックの体系別持ってきてないからあれだけど、相当気合が合ってますよ。でも相当気合が合ってるから、もうそれがベターベストとは限らんわけよ。はい、ということで、私の授業の進め方分かった？スプレッドシートに沿って、解説冊子をやっていきます。解説冊子は問題もついてるし、解説も書いてるから、万が一解説がおかしかったら指摘できるし、理由付けね、これね、結構ね、理由付けもしっかりしてるんだよね。例えばですね、どれがいいかな。ちょっと待ってね。なんか、理由付けもしっかりしてるぞというところをね、言いたいのだが。まあ、要するに、青本とかの勉強にもなるんですよ、これ。ちょっとパッと見た感じだけどね、この12条の問題とかもいい問題だね、これね。日本国内に住所、居所を有するものであって、特許損をする者の委任による代理人が2人以上いるときは、そのうちのいずれか1人の代理人は、特許出願の取り下げを行う受験を得て単独で取り下げをすることができる。代理人が2人中いるときはね、1人でできる。丸です。ね。出願には共同でやらないかんけど、代理にはね、単独でできるんですよ。ね。はい、ちょっとあかんだね。日本国内に住所・居所を有するものであって、手続きをする者の委任による代理人は特別の受験を得れば取り下げをすることができる。また、これだな、ピンクね。
手続きをするものの代理人が2人以上あるときは、特許庁に対して各人が本人を代理するので、そうなんですよ。2人のうち1人がすれば本人がしたと同じような効果が生ずると。ね。そうですね。まあ、青本のこう出典もちゃんと載ってるでしょ。そうなんですよ。まあ、これはね、なんかあんまり普通でしょう、それは解説としてはという感じなんでね。なんかそこまで書いているとありがたいな的な問題も結構あるんですよ。大抵の場合もうほら条文がこうなってるからでいいんだけどさ、ね、まあそんな感じだね。はい。それで、問題冊子があるじゃないですか。これはね、最後に言っとくよ。問題冊子俺やらないから。なんでかというと、これも問題冊子ね、さっきやった29の5があるじゃん。これはね、ちょっと皆さんね、これ使い方はまちまちなんだけど、できれば汚さないでほしいね。汚したければちょっとコピーなりなんなり自分でしてやるしかないんだけど、要はどういうことかというと、そうやな、まあできればですよ、鉛筆だったらいいかもしれない。鉛筆で、シャーペンで、これボールペンか、シャーペンでね、これバツやったやん、バツでやるんですよ。で、ローはね、発明の実施行為の一つとして輸出をする行為が規定されているのは、特許において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。これも×なんですけど、まあ、これに書き込みたくなければ、なんか別のメモ用紙に、ノートにね、この書いていって、採点する時もそれベースで採点する。これ汚さない。それ汚さないことによって何度も使えるじゃん。まあ、何度も使えるっつってもね、現実問題、こう、一回り、二回りがやっとだと思うんだけどね、問題数がすげえ多いから。汚していいっていう人はもう汚してください、これ。で、間違えた時に、消せるじゃないですか、鉛筆だと。それがええんですよ。それがいいんです。ね。間違えた時に消せるという偉大なるメリットがあるんでね。だから問題冊子は、最後にやってくれ。いいか？講義では扱わないということだけは言っとくから。解説冊子はね。で、はい。で、いろいろ、こう、小道具がいっぱいあって大変なんだよ、どれも。はい。色の説明はいいわな。レジュメにも載ってるから。ニアレジにもね、ほら。俺の授業蛍光ペン使うじゃん。ちゃんとルール載ってるからね。揃えてな。それで、これちょっと見せとこう。別に今見せてもいいわ。自分でほら解いていくじゃん、問題集に。で、俺がつけてもしょうがないんだよ、これ。皆さんにとってどう思うかだから。ね。俺から見て A でも皆さんにとっては D かもしれんや。それはもう皆さんそれぞれやから。だから問題ごとに、まあ枝ごとにっていうかね、ランクをつける。まあ、セット問題はしょうがないかもしれんけどね。さっきの平成28年の15みたいなやつはしょうがないけどね。全体で D とかつけるんだけど。ほら。ね。超簡単。80%から10%、100%の自信があるんだったら A。60、70%だったら B。ちょっと自信がなければもう即 C です。ああ、これは難しいね。D。超難。ね。もう、何言ってるからんからんと。問題文が。というか答え間違っとるんとちゃうかみたいなぐらいの。そういうのはもういいですね。イプシロンですわ。ね。それで何回もやってるうちに D が C になって C が B になってくるでしょ。だから 100%AB になれば、A か B になれば受かります。ね。そういうところです。いいですか？はい。ということで、持ち時間約30分ということでしたので、そろそろ終わりたいと思うんだけどね。スプレッドシートと解説冊子を中心に見ていくと、そして時々ミアレジも見ていきます。ね。
ミアレジは、まあ、担当で必要とされる知識を超簡潔にまとめたものだと思って、ください。ね。それで、最後にですね、スケジュールなんですが、そうか、これなんで、丸さん言ってなかったね。はい、ちょっとピントが合ってねえぞ。はい、過去13年以上にわたり全く出題されていない。ああ、そうだ、これ売りだよ、おい。これ言わんかったらもうどうしようもねえわ。はい、13年以上にわたり全く出題されてない条文、またはほとんど出題されてない条文の新作問題ね。これは2冊の一問一答集でってあるけど、上4方を申し込む人と下3方を申し込む人で、分かれるかもしれんからね。上だけ申し込む人もいるかもしれんので、まあ2冊ということですね。両方取れば両方取ってますけど、これをですね、それぞれ100枝ずつ私が新作問題、まだちょっと今手元にないんだけどね、これから作りますんで、ただサンプルは載っけてますけどね、ちょっと見えますかね。あ、見えるわ。これサンプル、特許無効審判が特許庁に継続する場合において、特許権の移転があった時は審判長は現特許権者に対して、その事件に関する手続きを続行することができない。なるほど。これは確かに20何条だっけ、23条じゃない、これ出てない条文じゃなかった。22条、21条か21条だよね、これ。あ、思い出した。21条だ、これ。21条出てないわ、確かに。ほら、ああ、これいいね。21条、過去13年にわたって。それでほら、21条ね。あら、これはいい問題だわ。で、特許法2問目もね、特許庁長官または審判官は、突判が曽他後に、決定だと。これどうよ。丸じゃない？ 22 条ね。1問も出てない。おお、これありがたいね。ちょっとピントが合ってねえよ。ピント合ってくれ。22条ね、出てないもんね。13年にわたって。ほら、22条出てないね。そういうのがついてくるぞ。ね、オリジナル一問一答集。そうだ、これ丸三言わずにしてどうするよって感じだね。はい、ということで、担当の過去問対策だけじゃない新作問題も完備しとるよと。ね。で、日程はこんな感じだからね。もうすぐ配信されます。最初の3回はね、もう俺、ワットルでとっくに収録ね。最初の1、2、3がね、もうすぐ、もうすぐというか、このプロモーションビデオを11月に聞いてる人はね、過去の話ですけどね、もうほら、9月21日に、から聞けるようになる。教材発送も9月21日からです。ね、ちょっと私ね、徳実衣装からこう、上4方から収録してますんで、下3方はどうしてもね、遅くなるんですわ。ね。だから下3方だけ申し込むぞっていう人はもうちょっと待ってもいいと思います。ね。で、いずれにせよ、この下3方のですね、あ、違う、上4方と下3方の、この新作問題の回なんかもね、きちっと設けておりますんで。ね。よろしいですかね。はい。何度も言うけども、授業ではこの解説冊子とスプレッドシートを中心にやっていきます。で、まあ、ミアレジって言われるものも時々使います。問題冊子はほとんど使いません。ほとんどというか、もうこれは皆さんが最後に、最後じゃなくてもいいんだけど、皆さんが使っていただくと。で、新作問題集ね、上4方下3方、これはこの黄色で塗った回でやると。気になるお値段はご覧の通りです。両方申し込んでいただくと2400円安いということになっておりますんでね、まあ、なるべく両方取っていただきたいなという気持ちでおります。スマホでも視聴できます。視聴期限はご覧の通り。
ね、来年の7月31日まで聞けるんだけど、担当試験が5月に終わりますからね。5月が終わって聞いてもあんまり意味がないのかなという気がします。まあ、だから実績には販売期間も、もうすでに販売されておるんですが、来年の5月いっぱいまでね。ですので。ということで皆さん、担当レボリューションのプロモーションビデオね、これを終わりたいと思います。もうとにかくこのね、ここに書いてある体系別もなければ年度別でもない、従来の過去問対策の非合理から解放するステップ&マトリックス学習法ということでね、終わりたいと思います。で、最後にね、これだけ言わせてください。これ2時間かけるなんですよ。コマ数はね、まあ、15コマ、上4方が。で、下3方が9コマでしょ。でもこれね、普通の、生講義とかで、ほら、普通の入門とか3時間でやってるじゃん。これ2時間なんですよ。まあ、2時間でやってるから、まあ、値段もこのぐらいに収まってます。これ3時間講義にするとね、もっと値段もべらぼうに上がると思うんですが、2時間ですので、まあ、なんとかこの程度のね、期間講座より安い値段でやらせていただいておる。ただ、もうね、13年分ですよ、過去も。だから2時間に終わらない回がほとんどです。ね、もうほとんど3時間近く教えてる講義もあるから、皆さんも聞いてて疲れるときはね、まあ、一時停止にでもして、残りは後で聞くとかね、まあ、そういうふうにしてください。まあ、でも私は時間オーバーしてでも皆さんにこう伝えたいことは伝えていくんでね、その点はご了承ください。はい。それでは、担当レボリューション2018のプロモーションビデオ、これにて一件落着です。それでは皆さん、ゴールドウェブでまたお会いしましょう。